次に智智子子君日本共産党の上智子でございます私からは、福島の農業についてお聞きします。復興創生期間後の基本方針では、農業分野では原子力災害被災12市町村において、営農面積が3割弱にとどまると述べていますで。なぜこの営農面積が3割にとどまっているのか、復興大臣にお聞きします。 復興大大臣臣ですか田中復興大臣、えー、ただいまのお尋ねでございますが、原子力被災12市町村のうち、避難指示解除の時期が遅い市町村では、農業の担い手不足に加え、営農再開に向けた農地集積をサポートする体制や人材も不足をしておる状況でございます。 被災中に市町村における営農再開面積が約3割弱にとどまる原因は、こうしたことがあるのではないかと、このように思っておるところでございます。このため、今般の福島特別、福島特措法改正案による農地の利用集積の促進を含めて、営農再開の加速化を図ってまいりたい、このように思っておるところでございます。上智子君。 今述べられたことだけなのかと、ちょっとそれは表面的には、現象的にはそうかもしれませんけどそれだけなのかなということで、次、農水大臣にお聞きしたいんですけれども、農林水産省がですね、福島県で農地浄土、土壌を採取して、放射性セシウムの濃度を測定をし、農地土壌分布図を作っています、これ、配布しております資料なんですけれども、ご覧いただきたいと思います地点あります。 でこの調査っていうのは、何のためにやられているんでしょうか江農林水産大臣今、復興大臣からお話がありましたように、ですねやはり一日も早く福島の本格的な復興を遂げるためには、農地をもう一度、農地として戻せるようにするためには、まず調査をしなければなりません。農地に入れば、ですね農家の方々もちゃんと除染をしなければ、被災する恐れもありますので、現在、その、 地域の方々とお話し合いをしながら、です、ね、330地域での定点検査をさせていただいておりますけれども、それによって、ですねどれぐらいその地域はいまだにその、えー、放射性物質が残っているのか、それを調べることによって、ですねせひ、えー、をする場合にあの、カリウムを巻きますと、えー、これを減らすことができますので、どれぐらいの量をせひしたらいいのかということも知る必要がありますし。 そういったものを調べるためにです、ね、検査をさせていただいてい、そしてそれを毎年公表させてていいいいただいているところでございます上智子君。あのこれあの、365箇所ってことで、これあの、調査数は少ないし、まあ、データの分析もです、ね、不十分だと思うんですね。で、福島ではチェルノブイルの教訓を学ぼうということで、チームを作って現地に行って調査したんですよ。で、それ見ますとね、チェルノブイルでは詳細な土壌マップが作られている。農地はヘヘククタターールルから10ヘクタール 森林は70ヘクタールのメッシュを作って、それごとに土地の汚染土と土壌の質が調査をされて、データベース化されて、4年ごとに更新して、それぞれの土地の資格書っていううになっているわけですで。そこでもう一度、あの資料をご覧いただきたいんですけれども、えー、日本ではです、ね、測定の数が368箇所と、これはあの、飯舘村で言いますとね、農地面積が2220ヘクタールなんですけど、そこで8箇所だけです。 だから300ヘクタールに1箇所だと、浪江町はどうかっていうと、2390ヘクタールあって8箇所なので、やっぱり300ヘクタールに1箇所と、だからチェルノブイリで比べるとです、ね、100分の1と極めて少ないんですね。しかも、データベースにして除染を通じて、この放射能汚染がどれぐらい下がったのか、セシウム137は半減期が約30年です。9年たってどれぐらい低減したのかっていうことは、明らかになっていないんですね。 2013年の時に農水省が、農地土壌の放射性物質、濃度分布マップ調査報告書を出しているんですけれども、それ以降は報告書は出されていないんです。この9年間でどう変わったのか、分析はされていないんでしょうか江農林水産大臣今の先生がお話がありました2013年というのは、ですねちょっと調べてみたら、2011年の年にですね、農林水産省が。 調査分析方法、それから解析結果を解説した報告書として、原子力規制委員会に報告をいたしましてです、ね、委員会のホームページ上で公表されたものだということでございます。その後はですね、2011年以降は、あの農林水産省のホームページではです、ね、毎年農地増上、先ほど申し上げましたように、まあ、368箇所、数は少ないんでありますけれども、実測図、それから分布図とは公表してまいりました。しかし、今日あの先生からご指摘をいただきましてですね、 やはりここで営農をもう一回再開しようとしている方々にとっては、ですねこのもうすぐ10年を迎えようとするその年月の中で、ですねどのようにこのセチウムのいわゆる放射性物質の残留濃度が変わったのかと、そういうことは非常に関心の高いところでもあろうと思いますので、今後はですね放射性物質等の濃度の推移、それから経年変化、こういった検証、分析もですねしっかり行っていきたいというふうに考えております上智子君。 あのこれからね、経年の変化もあのしやっていきたいっていう話話あったんですよね、それでこれまででいうと、経年的に分析して、将来の見通しが、ね、どうなるかってことも示されていないわけです。で、あまりにもです、ね、やっぱりそういう意味では、安全に対する認識が薄いんじゃないかと言われても仕方がないと思うんですね。で政府がややっっっぱり本腰挙げててなななかなかやらなかかららたってことこもあって福島では年度から 土壌スクリーニングプロジェクトが取り組まれて、JA 新福島の農地中の放射性物質の分布マップを作成し、福島生協連とか職員とか組合員も参加してですね、生産者、消費者が連携して、全農地を対象に放射性物質含有量を測定して、汚染状況をより細かな単位で明らかにしてきたんです。福島市を含む JA 新福島管内では、10万地点ですよ。 10万地点を測定をして、マップが作成されたんです、でそういう努力をしないと、安全安心な農作物を作れないと、農家は田畑で長時間農地で作業しなきゃなりません、田起こしをやれば、直接土に含まれている放射性物質が舞い上がって吸い込んだりするわけですよ、だから被爆の不安がつきまとってきた、線量が高いところではとてもできない、だから補助ごとに測定してほしいという要望が、早いときから上がっていました。 でこの9年間、毎年、福島の農民連の皆さんがです、ね、放射性物質の汚染から、農民の健康を守れる対策を要求してきたんです。ところがですね、厚生労働省は、原子力発電所などで働く労働者は、除染電力規則でガイドラインを作って、まあ、やってきたと、だけど農業者は労働者ではないから、所管外だって言って受け付けなかったんです。環境省はどうかっていうと、線量は測るけれども、健康調査は福島県に聞いてくれと。 こういうい態度だったんですじゃあ、農水省は対応するのかって聞いたら、農水省は農地の問題や農業経営に関してやるけれども、健康への影響は厚生労働省じゃないんですかっていうことで、これたらい回しだったんですよ。それでですね、私は2014年の復興特の時に、当時、竹下復興大臣だったんですけど、大臣に質問しました。えー、原発議事故の責任は東電と国にあるんだから、たらい回しではなくて、どの省がどう対応するのかを決めるべきじゃないか。 こういうふうに言ったときに、大臣がおっしゃる通りだと言ったんですね。で、復興省が、復興庁が他の役所を叱りつけてもね、やっぱりこれやりたいっていうふうに答えたんですよ。で、そういうふうに答えていながらですね、もう6年過ぎたんですけども、何も変わってないと、それでですね、田中復興大臣にお聞きしますけれども、復興庁は何をされてきたんでしょうか。田中復興大臣 放射性物質に関する認識については、科学的根拠に基づいた正確な情報を発信していくことが一番重要であろうと思っております。こうした考えの下、まあ、私が司令塔となって、原子力災害による風評被害を含む、影響の対策タスクフォースを開催をさせていただいて、関係省庁に対して、取り組みの強化を支持するなど、 政府一体となって取り組んでまいりました委員御指摘のまあ、農作業における安全の確保に関しては厚生労働省あるいは農林水産省が連携をして所要の情報の周知を図っているものと承知をしておるところでございます引き続き関係省庁としっかりと連携をさせていただいて現場に寄り添って丁寧に対応していきたいと思っております 上智子君あの、ね、もう9年経ったわけですよ、それでね、安倍総理の閣僚はね、みんなが復興大臣だと思ってやってくれって言ってたんですよ、だけど全然やってなかったっていうことがあるわけで、はあの実は農水大臣に来てもらったのは、期待を込めて来てもらいました、ぜひですね、この問題、あの先ほどもねおっしゃいましたけれども、ぜひですね、これからでも対策に乗り出すべきだって思うんですけども、大臣、一言お願いします。江農林水産大臣 あのもしあのチルノブイリ並みの面積単位で,です、ね、細かくという話については、なかなか困難な部分もありますし、それぞれ農政連やです、ね、JA の方々がです、ね、あの一生懸命やっていただいたことについてはです、ね、あのもう一度しっかり勉強させていただきたいと思います、しかし、これまで何も農水省がしてこなかったのかということについては、まあ、そうではないということだけは申し上げたいと思います。あの厚生労働省が定めたガイドラインはです、ね、あのしっかりあの農水省も協力してくれと言われましたんで、 このようなガイドラインも厚生労働省が定めておりますということをですね周知する努力はですね一生懸命してまいりましたし、それから健康面については、ですねこれあの、作るだけじゃなくて、ですねそこで作業する人の健康を管理することもギャップの一部ですから、えー、農林水産省としては、ですねあの,他の予算でもやれますけど、農水省の予算でもギャップの推進を進めて、ですね、えー、農民の健康管理にも、えー、一助となってきたというふうに考えております。 上智子君まあギャップはね、私も知ってるんですけども、ちょっと今言われてるその経過から言ってもです、ね、ぜひです、ね、誠実に答えていただきたいということを申し上げておきたいと思うんです。あの放射能への不安があるからです、ね、営農面積がやっぱり3割と止まってるんじゃないかと、しかも医療とか買い物とかです、ね、生活のインフラも整ってないということがあるので、そのこともぜひです、ね、踏まえていただきたいと思います。でこういうい切実な問題をそのままままにしたまま新基本方針では 外部からの参入も含めた農地の大区画化とか、利用集積とか、高付加価値の産地の展開とか、六次産業化とかね、これは加速化を図るっていうふうに言って、県が主導して農地の集約化をすると、それから県民の8割は知らないと言っている農業のイノベーション構想も、県が主導して進めるってことになるんですよ。これれ現現場がが置き去りりににならならいいいかっていう心配があります行行の農業経済基基盤強化促進法に基づいて行われる 所有者不明農地、これに関して、共有者の過半が明らかでない場合は、えーえー、探索や工事は今までは市町村や農業委員会が行うことになってたんですけれども、今回は福島県が単独でやられるようになるんです。で、市町村とか j とか農業委員会が関与しなくてもよくなると、こういう仕組みにもなっていて、でこれがあのです、ね、所有者不明地で、 工事の日から6ヶ月以内に異議を述べなかった場合には17条の28項の規定でもって福島県知事が定める農用地利用集積促進計画に同意したものとみなしと迅速できるようになるということでねこれはあの住民として見れば避難を余儀なくされていたりいろんな事情で6ヶ月経過してねあの終わった後に気が付くっていうことだって出てくるわけでそういう場合にどうするのかってことも含めてですね 慎重に扱わなきゃいけないというふうに思うんですけれども、えー、ちょっと時間になりましたので、ちょっと続けていますはいということであの、ぜひですね、復興の主人公、主体者というのは生産者であり、市町村であり、JA であり、そこでやってる人たちだと思うので、過作化といってね、そこを置き去りにしないように、心からお願いしたいと思いますけれども、最後に一言お願いしまますす時間が来ておおります簡潔にお願いいたします。 ただ今回の福島特措法改正案においては共有者の過半が判明していない農地については県が十分な探索を行ってもなお過半の共有者を確地できない場合には県が当該農地を農地バンクに貸し付けることを内容とする計画を公示をして 6ヶ月経っても、意義がなかったときは、計画に同意したもの,たものとみなして、農地バンクへ利用権が設定されることとしておるところでございます。まあ、いろいろと慎重な手続きを経て、ですねその上で権利を設定するものでありまして、不明な共有者にも十分配慮した仕組みと考えておるところでございます。いずれにしましまても私どもも私ど実の上がる 対応してまいりたいと思っております。上智子君。置き去りにされないようにお願いします。まますこの際、委員の移動についてご報告をいたします。本日、光月亮介君が委員を辞任され、その補欠として。岩本剛人君が選任されました。 だから、鉄道。